糸井沢駅は、北海道厚岸郡厚岸町糸井沢にある、北海道旅客鉄道根室本線の駅である。電報略号は糸。1978年の糸井沢駅と、周囲約500メートル範囲。右が根室方面。駅裏は、厚岸湖へ注ぐ地雷狩別川流域の広い、湿地帯。短式ホーム一面一線と、駅裏側に副本線。 駅舎横の根室側に、貨物ホームと引き込み線を有する。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成所在地名より、アイヌ語のチライカリペ、あるいはチライカラペの異訳に由来する、ホーム単式一面一線ホームの地上駅、あっけし駅管理の無人駅である。かつては、 相対式二面二線の交換可能駅であったが、撤去された。1950年に建てられた駅舎は、木造平屋建てで、霧妻の屋根に段差をつけた構造になっており、段差の部分に二箇所の最高窓が設けられていた。ホーム側の屋根はそのままホームに伸びる日差しとなる構造であった。糸井沢駅はこの構造で残る最後の駅舎であった。 この駅舎の隣に新駅舎の建設工事が行われ、2015年1月29日から供用開始されることになった。建設工事は新駅舎に停触する旧駅舎の一部を取り壊して行われ、同年2月2日から旧駅舎は取り壊された。1日の平均乗降人員は以下の通りである。駅周辺は出現地帯が広がる。ありがとうございます。